厳しいって。ガチで危機感持った方がいいって。どうも、アトリハイです。本日もよろしくお願いします。っていうことで、もう夜な夜な、首位陥落、11日間の夢物語から夢が覚めました。もう噛んだけど、テイク2撮りません。もう夜中眠れませんでした。うん、まあ、動画も出したのもあるんだけど、うん、頑張って編集したのもあるんだけど、もう思いの丈ここに書いたから、うん、今日カツ入れてっから、よろしく、最後までみんな聞いて。うん、聞いて。マジで。本当に。夢物語で終わらせていいわけないじゃん。こっから這い上がらなきゃいけないんだから。思い出してごらん。先週さ、1位中日、2位巨人、ね、3位以下でしたよ、阪神。うん。10試合連続2得点以下だったよ、阪神。苦しんでたやん。それでもさ、死んだふりしてさ、5割近辺キープしてたろ。これが昨年の日本一の阪神だぜ。こっから5勝1分け、ね、6連勝。うん、先週。やばいやん。これがまさにね、最強阪神タイガースやん。このままで終わるわけないやん。言うとったやん、阪神がこんな、ね、なんか一部には阪神さ、今年はやべんじゃないか、やばくないって。普通に強いって、メンバー変わってないって、よく見てごらんって。うん。ファンも負けてないって、阪神ファンも。バンテリン3万6千人ぐらいでさ、いつもすごいたくさんお客さんおるけどさ、甲子園4万5590人昨日雨降ったんだよ。雨降って満員ってえぐいって。うん、ファンも球団も負けてないって。うん、森下、大山、里輝がクリーンアップが打てたらマジで普通に怖えんだって。今までが1割台で異常なんだったんだって。普通になってきたんだって。うん、やばいんだって。うん、ヤクルト、村上も、なあ、オスナも、ドラゴンズが叩き起こしてさ。で、ベイスターズも牧選手起きたみたいだけど、まあ、これはドラゴンズ起こしたわけじゃないけど、各チームのスラッガー叩き起こしとるやん。うちらは目覚まし時計じゃないんだって、本当に。アラーム、スヌーズかけて何回もやってんじゃないんだって。一回アラームつけて、一回消したらさ、もう普通は二度寝するやん。ねえ、何回起こしてんの敵チームを、本当に。うん、時計壊れるって。本当にさ、困るって。うん。もう各チームのクリーンアップ打ち始めたらこれ、どうすんのドラゴンズ。いや、今までが各チーム4番打ってなかったからだけの話だぞ、こうなっちゃうと。来週巨人3連戦、来週じゃない、明日から火曜日巨人3連戦。ねえ、得点圏に苦しんで岡本坂本が打ってないって言ってるけど、これ東京ドームで起こすの岡本選手、坂本選手。叩き起こすの厳しいって。うん、きついって、それは。なんか嫌な予感するって。うん、ここまで確かに2位はよく頑張ったね。うん、今もまだ貯金2個あるから、トータルで見ればよく頑張ったけど、4月9日から4月20日間、11日間の夢物語、嫌だって。まだ終わらないって。夢から覚めないって。夢から覚めるのは、日本一になってからでええやん。まだ早すぎるって、4月の半ばでさ。うん。阪神舐めたらあかんって。3年生の初戦で、まあ、休ませたいの分かるよ。6年生の中日だから、中田、田中休ませたけど、フルスタメン解除したらさ、阪神相手に厳しいって。舐めすぎだって。舐めたらあかんって言われたやん。ねえ、ミツカンのドアメで言われたやん、散々 CM で。ねえ、ボールのせいだ。ねえ、昨日も雨天コールドだって。出来レース？みっともないって。うん。恥さらしだって恥ずかしいって。選手も一生懸命プレーしてんだから。カリステ選手もドロンコになりながら頑張ってさ、阪神もドラゴンズも怪我なくなって、あ、試合終わってよかったって。松葉さんも頑張ったって。その前のね、試合続いて中継ぎ陣も疲弊してる中で先発早いに降りて、松葉さんも雨天コールドだけど、初の関東か関東試合やったって。頑張ったって。うん。レフトスタンドでほとんどのドラゴンズファンも応援して最後まで頑張ってたんだって。うん。一部のファンだってそんなヤジ飛ばしてんのは。まあ、一部かわからんけどさ。みんな頑張ったんだって。うん。普通にそんな言い訳するぐらいなら自分たちで弱いの認めて、どうしたらドラゴンズが強くなるかさ、考えてさ、うん、一回受け止めて、もう一回やり直そうぜって、もう一回応援して、もう一回ドラゴンズ上行こうぜって、まだ貯金にあるんだって、うん。阪神園芸は頑張ったんだって。ほんで、ドラゴンズに言わせてもらいたいけど、ロドリゲスさ、ね、一軍のベンチに置いとく場合じゃないって、ね、本人のためにもさ、チームのためにもさ、両方ルーズルーズだって。ウィンウィンじゃねえ、ルーズルーズだって。打率1割3分6厘 OPS 273。厳しいって。数字出てるって。ねえ。守備、肩がいいのはわかるぜ。肩がいいのはわかるけど、守備固めで守備が一番いいって言って途中出場してないって。なんで使わないの？そういうことだって。うん。二軍でまず育てないでやることいっぱいある選手だって。ほんで、ロドリゲス選手と小田選手も含めて、小田選手ももちろん足速いのわかっとる。でも、盗塁できる選手じゃないやん、まだ。育てなきゃいけないんだって。うん、小田選手。まあ、確かに、ランナー出たらね、ダイソー要員にはなるかもしれないけど、まだまだやることあるんだって。支配下登録、時期早々なんだって。少々なんだって。いつまで経っても、時期早々少々、どっちで読むのかわからない自分も情けないけどって。
去年の樋口選手と同じことやってるじゃんって。いつになったらダイソーが出てくるねんって、本当の。で、支配科枠もさ、岩崎投手、松崎平投手、板山選手上げたいけどさ、これじゃ、70人埋まっちゃうって。うん。先発ピッチャーも足りてない言うて、大野投手、梅津投手、なんか、10日抹消しててさ、先発補強したくてもこれじゃ補強できないって。自分で自分の首苦しめてるって。うん。もう支配科枠問題も出てきちゃったって。同じことの繰り返しさ、とりあえず枠埋めてって、やってる場合じゃないんだって。うん。一年間持たないって。苦しいって。調子いい時だけさ、調子いい時はいいけど、調子悪い時になった時にどう対処するか、負け方大事だって。うん。先週なんか51安打のうち43安打8二塁打、ほとんどが単打きついって。あまりにもきついって。ね、12試合連続ホームランなし。2021年から 2リーグ制以降、チームワーストタイの2位だって、ホームラン出なさすぎるって。うん。単打でも勝ってきたけど、次の試合13試合目でホームラン出なかったら、1956年以降、68年ぶり球団ワースト13試合ホームランないんだって。やばすぎるって。うん。チーム防御率1位が一気に下位になっちゃったって。ドラゴンズの勝ち方は先発が試合作って中継ぎでがんじがらめで勝つんじゃねえのかって。で、大事なところで点取って勝つんじゃねえのかって。うん。そういうチームやないかって。目が痛いって、寝れてないから。これはアウトレインが悪いって。悪いけどさ、何も言うことないって。うん。もう本当に明日から巨人3連戦、マジでここで流れ断ち切らないと、巨人も調子悪いって言ってるけど、東京ドームじゃ点入るから簡単に。うん。流れ変えないときついって。マジで。本当はもう巨人の分析動画出そうかなと思ってたけど、分析してるじゃん余裕がなかったって。これは僕が悪いけど。でも今日の動画なんか出さなきゃと思ってたから、もう本当に気持ちのまま全部ノートに書いてそれ伝えさせてもらった。よろしゅう頼む、もう。もうこれなんかもう首輪もうなんかこれあれじゃん。あの手錠の首輪バージョンみたいになっちゃってるやん、ドアラの耳。明日はさ、振り返り動画さ、これこうやって手におぼつかないけど、こうやってつけて動画撮りたいんだって。頼むって。俺たちの夢はここで終わりじゃないんだって。もう一回もう立ち上がって頑張ろうぜって。頼むって。本日も最後までありがとうだって。高評価、チャンネル登録、コメント、メンバーシップ加入お待ちしております。それでは明日こそ勝ち動画でお会いしましょう。またね。今撮影時間朝の8時9時なんだけど、徹夜してるからもう頭痛いんだって。それでも動画出すって。